どうも、タコです。人生を変える美容師の授業、今回は練習ということについてお伝えしていきたいと思います。美容師にとって絶対必要な練習についてどう向き合っていくのかお伝えしていきたいと思います。どうぞご覧ください。はい、ということでね、タコ君、人生を変える美容師の授業、いよいよチャプター2まで、やってきました、はい。練習の考え方ということでね、練習みんなやるよね。はい、タコ君も練習やるよね、はい。スタイリストになったけど当然練習やるよね。練習します、はい。で僕も、練習やるわけですよ、はい。ね、みんなやっぱり練習をやると、いうことだと、まあもう練習せえへんっていう人も中にはいらっしゃるかも分かりませんけどね、練習についての考え方をお話ししていきたいと思います。まあ、特にアシスタントの時なんかも練習付けやんか、はい。どういうふうに練習と向き合うのかっていうのをやっぱりね、ちょこっと知っておくだけで全然練習の効率が上がって、同じ10練習するの、はい、もう10練習して5しか上手くならないよりは、はい、10練習して8上手くなった方がいいじゃない。はい、そうですね。中には10練習して15上手くなる人間とかもいるわけですよ。その差は何なのって、はい、ね、もうこれ知ってるかどうかや、あのみですからね、はい、はい。だからその練習についてのちょっと考え方をまとめていきたいなと思いますね、はい。で、まずポイント1ね、練習とはね、もうどんなキャリアの美容師にとっても、最も大切なものだと、はい、いうことなんですよ。まあ今をときめくようなトップ美容師だったとしてもですよ、まあ言うても美容師生活その人たちもあと、まあ言うても10年20年で やっていきたいわけじゃないですか、はい、ね。まあ、10年20年ってさ、やっぱりヘアスタイルの流行って変わってくるよね。そうですね。出てくる薬剤も変わってくるよね、はい、ね。今は結構パーマとかなんかちょっと少なくなってる部分もあるんですけど、はい、まあ、またちょっと画期的なさ、パーマ剤が開発されて、はい、またそれを使ったヘアスタイルが映えるかもしれない。そうなってくるとそれを使った綺麗なスタイルとか、それをうまく使った人がなんかこう売れたりとか、はい、っていうふうなことも考えられるわけでしょ、はい、ね。でカットの感じとかもなんかどん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 変わってくるかもしれない、ね。もうもっともっとこう、例えばさ、今やったらあんま段が入んないけど、はい、もうガンガンに段入ったりとか、うん、逆にすっげえラインを強調するようなスタイルとかが来るかもしれない、はい。でそうなってきたらやっぱそれが得意な人だったらうまくなっていくわけじゃないですか、はい。なので、やっぱりね、こう流行というものがやっぱあるわけですよね。もうずっともう伝統工芸品のようにそれをとりあえず作り続けておくことがものすごく大切であって、それ自体が年々価値を増していくと、ね、作れる人が少なくなってきてとか、はい、まあ、そういう世界もあるわけですよ、はい。でも美容の世界っていうのはやっぱね、流行、ね、移り変わりが、激しいものをやっぱり扱ってますので、その流行に合わせてとりあえずそのトレーニングしておくというふうな、まあ、考え方もあるわけですよ。あともう一つね、そのね、美容師力というものに対してね、まあ、これまあ技術とかでよく言われるんですけどね、終わりがないと。聞いたことあるよね、はい。終わりがないっていう、もしくは正解がないとも言える。ね、どういうこと。技術に終わりがないんだ、正解はないんだ、確かにそうなんですよ、はい、ね。これ正解がないというのは言い換えれば間違いもないんですよ。そうですね、うん。まあまあ、まあ、明らかな間違いもあるんですけど、はい、ね、まあまあ、いわゆるまあまあまあ別に間違いもないわけですよ、はい、ね。正解がないことを裏返すと間違いもない、うんうん、いうふうに言われるわけですね、はい。でこれどういうことなのっていうふうなところで、まあ、この辺りのところから考えていくだよね、はい。まあスタイリストにはまだならなかはね、そうですね、うん。スタイリストというところがあったらね、そこから例えばどん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 このお客様に支持されるね、世間の皆様に支持されるっていう、やっぱ美容師の層っていうのはもうこうなってるわけですよね、はい。ピラミッドが、はい、これ明らか逆にはなってんよね。そうですね、上に行けば行くほどなぜか少なくなるんだよね、はい。逆やったらめっちゃ楽なんだね、はい。だからスタイリストになったところから、まあ、この辺りぐらいからもう間違いがもうないと、正解がない、もしくは間違いがないというね。でもこれがもうどこまででもこう続いてるわけですよ、はい、ね。終わりがないわけですからね。だから
まあ言ったら逆に言えばどこで止まってても正解なんですよ。わかる、はい、正解がないっていうことはどこで止まってても間違いではないんですよ、うんうんね、だからここで止まっておくこともできるし、はい、ここで止まっておくこともできるし、はい、ここで止まっておくこともできるわけですよ、はい、別に間違いではないやん。そうです ね、 ね、とりあえずスタイリストというふうな権利を持ったわけだから、はい、まあ一つの正解なわけですよ。確かに。だから人によって自分で止まろうと思えば、まあどこでも自分の居心地のいいところで止まっとけると、うんうん、いうふうなことが、まあ、言えるわけなんですよ、はい、ただ一つでね、時間というのはね、はい、流れとるわけや、はい、これは止まってくれないわけですよね。で、人間というのはね、みんな年を取るわけですよ、はい、これ止まっとけないんですよね。はい、タコ君何歳？25歳です。25歳、はい、ね、もう独身、はい、一人暮らし、はい、自由だぜみたいなねふうに思っとる。だから今はこれでいいんだと思っとるかもしれないけど、はい、タオ君もね40になるんですよ。そうですね、絶対になったら俺それだけはね、あの隠しもって言うけど、はい、俺40になる。なります、ね、はい。そのうち結婚もして家庭も持つ、まあそれは分からへんけど。そうですね、そこは分からへんけど、はい、でも確実40になるんですよ。なります、時が進むんです、はい、そしてこの美容業界だから流行も変わってくるんですよ、はい、だからトレーニングしないで同じところに止まっておこうとしても、その時の流れによって確実に下降線を何もしなければたどるとうーんいうことになりますね、はい、少なくとも自分の年齢にこの加齢ね、年を取っていくスピードと流行に対して同じぐらいの努力をしないと、その流れに対してね、同じぐらいの努力をしないと同じ位置はキープできないうーんですよね。だから終わりがないんですよね、はい、正解がない、間違いがない。あのまあ唯一正解があるとしたらね、ちょっとずつちょっとずつでも自分の中のまあ自己ベストを目指して少しずつでも少しずつでも上に上がろうとすると、まあよく、まあ、こうちょイメージ湧きませんかこれ。あ、はい、湧きます。湧きますね、はい、ここにいてここにいてここにいてみたいなね、はい、ちょっとずつでもちょっとずつでも上に上がろうとすると、はい、っていうのがまあ僕の中での、まあ、練習という考え方なわけですよね。はい、はい、ではね、まあ、今日のところはね、まあ、一つだけお伝えしておきたいんですけど、はい、まあ、その練習にとっての考え方っていうところで、練習、まあ、美容視力を上げていくっていうふうなことなんですけどね、はい、まあ、2つあるんですよ、二通りある、はい、っていうのは、まあ、本来の、まあ、実力というのを上げる、はい、まあ、トレーニングなのか、はい、それともまあ、自分の、まあ、表現っていうものを、上げるトレーニングかに分かれてるっていうことですね。分かりますか。はい、ここをね、あのごっちゃにしたらいけないですね。ここをごっちゃにしたら、はい、例えばアシスタントとかで教えられておそらく練習してるものっていうのはほぼこっちなんですよ。そうですね、いわゆる、まあ、技術力とか知識、はい、いわゆるヘアスタイルを作るのに、必要なスキルですね。はい、はい、で、こちらはですね、それをそのお客様にどういうふうに表現するのかっていうね、こう表現力の方、はい、っていうふうな、まあ、2つに分かれてるんですよ、はい、で、ね、美容業界で往々にして言われてることっていうのは、はい、基本的にはこちらが多いですね。確かに、うん、多いよね、はい、こちらがね、なんとなく、そうですね、あまりこちらの方は触れられてないんですよ。はい、触れられてないね。ほんでね、あの俺はね、はい、結構こっちを言ってるんですよ。わかります、はい、何だも言ってるよね。はい、そうですね、まあ例えば毎日書いてるブログとかあるやん、はい、まあ、ほぼこっちやからね、まあ、こっちのことを言う場合もあるんですけど、はい、ほぼこっちやんね、はい、で、例えばこの人生を変える美容師の授業、まあほぼこっちやね。確かに確かに、そうですね。でもこっちはね、あんまりね、美容師さんにね受け入れられてないんですよ。なので美容、人生を変える美容師の授業の、はい、まあ視聴回数も順調に低調な感じになったわけですよね。はい、でもね、はい、ちょっとね、アマゾンとかで調べてみてほしいんですよ。はい、アマゾンね、
今をときめく、はい、まあ、もしくは過去をときめいていた、はい、まあ、著名なね美容師さんが、はい、割とね一般の出版社から本を出してるんですよ、はい、へえ。知らないんで、あんまり知らない、あんま知らないんで、はい、これ別に悪い意味で言ってるわけじゃないんですけど、まあいわゆる一般の美容師さんが本を出すっつったら、例えば単行本を出すと、はい、なったら、まあ新美容出版とか、はいはい、そのまあ業界誌の出版社から本を出すと、はい、なるよね。そうですね。例えば何だろうのカット本みたいな、はい、ね、もう4,000円みたいな、はいはい、どこどこのなんかこのメニュー作りの方法みたいな、はい、ね、はい、3,800円みたいな。確かにそれぐらいですね。高っみたいな、はい、業界誌が出すと高いんやろ。そうですね。その同じような書いてる人がね、アマゾン、まあ一般の出版社で、出すとやね、はい、1,500円ですよ。おお、大体、はい、まあまあ高くても2,000円ぐらいまでになるんですよ、はい、でね、これなんでかって言ったら、ね、こんな価格では売れへんからですよ。まあ、まあ発行部数が全然違うんでね、はい、こちらはまあ業界誌向けなんで、まあ言うたら美容師さんにしかこうアプローチしないし、美容師さんしか買わない、うんうんうん、ほんであの出版こう製本しないといけないから、はい、まあ、こういうふうな値段なんですけど、こちらはね一般向けに書いてるんですよね、はい、一般向けに。なのでたくさんこう印刷するんで、はい、なのでまあこういうふうな値段になっていくんですけど、うんうん、まあまあ多くの人がこれ出してるんで、書いてるんですよ、はい、ほんでね、そんなを読んでみるとね、はい、ほぼこっちのこと書かれてある。そうなんですね、うん、普段こっちのことばっかり言ってる人でも、はい、ね、一般の書籍見てみるとまあまあこっちのこと書いてますよ。へえ、うん、まあ実際にね、まあ、そのサロンの営業で、はい、やっぱりこう成果を出していこうと思えば、はい、ね、やっぱこれとこれの割合がどう何対何分ですかとか、もうそういう問題じゃないんですよ、はい、ね、もう水と空気みたいなもんや。水と空気どっちが大事ですか、これどっちも大事やん。ああ、なるほど、わかるよね、はい、わかるよね。一瞬わかんなかったです。一瞬わからへんか、はい、水と空気ね、例えばなんかまあまあもっとわかりやすいように言うと ね、例えばまあ付き合ってる子がいてね、私と仕事どっちが大事なの、はい、そ比べるもんじゃないから、はい、確かに、ね、両方大事やからね、はい、そういうことやんか。そうそうですね、はい、水と空気どっちが大事って言うとのもんやん、はい、話ですよ。どっちがなくても死ぬんですよ、はい、ね、まあ、空気がない方が早く死にますけど、はい、ね、だからこれとこれはねどっちが大事ってもね、こう両方大事ですよ、はい、両方同じぐらいのパワーを持ってますよ、うんうん、即効性があるのはこっちかもしれない。あ、その成果を出す上においてはね、はい、なので、まあその練習っていうようなことですけど、やっぱ こっちでまあしっかりね技術力とかその美容師力を磨いていく、はい、そしてでもそれがそのまま数字になるってことは、結構少ない、はい、まあ、なる人もいるけどね、はい、うん、まあ、超有名な人でとか超優れた人とか、はい、うわもうこの人全然違うわっていうふうなものを提供できる人とか、うんうん、まあ、なる人もいるんだけど、はい、やっぱね多くの場合やっぱね両方兼ね備わってようやくお客様とか、はい、まあ、いろんな人に受け入れられる、はい、まあ、美容師になっていくんで、まあ、そういうふうな、感じで、まあ一言に練習って言ってもただのようにねスタイリストに何練習すんねんと、今更ウィーク切って、あウィーク出してきて万年切れるって言うんかとっていうことになって、やっぱりこちらサイズもありますよっていうようなことを、はい、やっぱりまずは、理解して、まあこちらサイズの、まあ、勉強の方法、はい、ね、練習の方法、はい、っていうのを、まあ、考えていく、はい、っていうこともすごく大事なことかなっていう、今回はねこの部分をちょっとお伝えしておきたいなと思いますね。はい、2019年日産 TV オンラインショップスタートしました。過去の動画で紹介したコルタシダーと日産高コ使用モデルなどを紹介してます。動画概要欄の URL から一度覗いてみてください。